こういうない、真夜中の間の時間帯 <laughs>、はい、ありがとうございます。というわけで、こういうないと、今晩も始めさせていただきます、はい。大変申し訳ございません。今日は西村さんが体調不良のために、えー、西村さんご欠席というふうになります。代わりに今日は このメンバーで送らせていただきたいと思います。まずは長尾敬前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。はい発見ツイッター探偵団。いやいやいや、えー、どうぞよろしくお願いいたします。こうゆう先生、本当にあの、お体。あの、ぜひとも、あの、ご自愛いただきたいと思います。まあ、会話日ちょっとね。あの、ご一緒してたんですけど、ちょっと心配でした。はい。えー、どうぞ、あの。あの、お体ご自愛ください。はい。 どうぞご自愛いただけたらと思います。そしてもう一方、吉田光一郎中野区議会議員です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、本当、あの入ってみたら、こういう先生が体調不良でいらっしゃるなんていうことで、本当驚きました。<laughs> <laughs> はい。あの、穴を埋められませんが、頑張ります。ではございません。ありがとうございます。今日も、では、このお二方にじっくりといろんなお話を伺いたいと思います。それでは、ライブ冒頭の告知文を読ませていただきます。 今年も7、8事件真相究明など制作資金応援でメンバーシップ登録やスーパーチャットを応援お願いします。まだまだスポンサー企業も大募集中です。Twitter アカウントニコニコ文化人のフォロー危険な動画配信中の文化人ダイヤモンドクラブ登録も概要欄からお願いします。本日も22時から23時一般公開ライブ、23時から23時15分までメンバーレベル2限定ライブとなっております。そして今日のヘッドラインです。一般公開ライブ。 朗朗報報とということでで一つ目朗報ですねそして危機水域の危険水域の岸田政権と日本の未来中ロ北の脅威今週の劣化野党そしてメンバーレベル2限定ライブでは皆さんと楽しみたいと思いまして渓谷お仕置きタイムという時間をお仕置きで <laughs>、はい、お仕置き,きなはいということで今晩もよろしくお願いいたししますはいいよろしくお願いします。 はい、あいは朗報ということで、えー、打ち上げが成功しました H3 ロケット2号機があこのようにです、ね、成功しましたね1番の記事です H3 ロケット2号機打ち上げの成功を発表 JAXAJAXA は17日日本の次期主力ロケット H3 ロケット2号機の打ち上げを行いましたロケットは順調に飛行し予定されたすべての衛星の分離に成功打ち上げは成功しました 今回の2号機には初号機で失った地球観測衛星第13号と同じ質量を持つロケット性能確認用ペイロードベップ4のほか災害時の観測に活用できる小型光学衛星 CESAT-1E や地表などの熱変化を観測できる超小型衛星 TIRSAT-1E 搭載され軌道に投入される計画ですとのことですね。はい、このように前回失敗しましたが今回は無事成功したということで、長田さん一言お願いします。いやこれは本当に良かったですね。結構ねあのー、地上波でも、うん、このニュースはたくさん報道をされていたのが良かったですね。 ただ,ただ単にあのロケットが上がったからよかったっていう話じゃなくてやはりあの宇宙空間でさまざまなその技術の,やっぱりこうあの切磋たく磨がある中でね日本って本当にこうあの後進を排している中でただ、日本の,その基礎技術力っていうのはものすごく高いものがあるのでまあ最後のワンタッチという点においては十分 あの欧米のね、えー、こういったあの技術にいつでも追いつけるだけのものはあるというふうに思いますんで、えー、これはあのいいニュースとしてあの心に刻みたいなと思います関係者の皆さん本当にあのおめでとうございますそして本当にありがとうございますはいありがとうございます吉田さんお願いしますはいあの本当にねあの、えー、打ち上がって良かったですねとおめでとうございますということなんですけれども。 私はあのー、この1回1回の打ち上げに失敗した、成功したっていうのに、一喜一憂するのが、まあ、ちょっとちゃんちゃらおかしいというか、というふうに思っておりまして、そもそも日本のロケットの打ち上げ本数っていうのは、諸外国に比べてバカみたいに少なすぎるんですね、あのー、もう中国なんかも、えー、例えば、朝鮮の時にですね20回連続で失敗してるんですよ、最初。 でも平気で,です、ね、その後200発撃って、でそのえー、非常にこう、えー、技術が完熟してです、ねあの、世界でも最も安定的なロケットになった,みたい、まあ、当たり前のことであの、必要な技術なので、何度失敗しても繰り返し、えー、研究し、えーまあ、改良し、えー、最後は必ず打ち上がるんだと、あの1回1回であのせめ攻めたり、あ怒ったりです、ね、石投げたり、そういうくだらないことはやらないでくれと。 そもそも日本は打ち上げ本数少なすぎるんですとあのもっとたくさん打ちなさいとあの需要は山ほどあるのでとで安全保障についての需要もですねタブー視しないで安全保障上の要請もバン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 使いなさいと私はこのように思っておりますはいありがとうございますお二人とも別々の観点からあご指摘いただきましたありがとうございますスタッフティ個人的にはこれで 弾道ミサイルの抑止力に周りに見せつけることができたんじゃないかな、うっしーししというふうに思っております。うししうしし。ね念のため、H2、H3 っ,っていうのはあの、えー、液体燃料なんですよ。なので、あのこあのミサイルの技術っていうのは固定燃料なので、えー、直接的にはあのこれは、えーまあ、なんだろうな、えー、弾道ミサイルの技術というふうにはならないで、まあ、制御技術とかですね、そちらの方で、 えまあ何だろうえ役には立っているんですが、まあ,あの固体燃料ロケットの方でどん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 ですね、あのまあミサイル技術っていうのはえ諸外国にそのまあ抑止力っていうのをえ感じさせることができます。なるほどありがとうございます勉強になりますありがとうございますこれからますます応援させていただきたいなというふうに思いますねありがとうございました。 それでは次の話題かていただきます危険水域の岸田政権と日本の未来ということで、記載事件のその後ということです。2番、軽田竜曹さんの2月15日のポストです。内閣支持率16.9%、過去,過去最低更新、支持初の6割台、時事世論調査という記事を紹介し、時事通信世論調査で岸田内閣の支持率は前月比1.7ポイント減の16.9%で自民党の 政権復帰後最低危険水域とされる2割台以下は7ヶ月連続、支持率は6.4ポイント増の60.4%で、初の6割超え、長く2000人の個別面接方式を取る知事の調査は信憑性が高く、岸田政権には衝撃、ポスト岸田レースの合法というふうに言われていまして、もう一つ、キックバック不記載の安倍派二階派の衆議院議員51人野党が、成倫審出席を要求という2月16日の記事です。 政倫審の幹事懇談会会が16日国会内で開かれた野党は自民党派閥の政治資金規正法違反事件をめぐり、派閥の政治資金パーティー収入のキックバック分などを政治資金就職書,書に記載していなかった安倍二階派の両派の衆議院議員51人全員を政倫審に出席させるよう求めたと。そして4番、岸田首相が麻生太郎、茂木幹事長両氏と会談されて安倍派幹部の政倫審出席など協議かというふうに言われているんですが、なんか、 またこう安倍派、二階派だけで岸田派はどうやねんというふうにちょっとサフティはちょっと思ってしまったんですけれども、この件、長尾さん、ご意見をお願いいたしますいや本当そうですよね。でね、このよく最低更新っていう言い方については、えー、と政権奪還以降、つまり第2次安倍政権以降、を最低だっていう言い方をするんですけど、 今ちょっと見てみると、池田内閣の最低支持率が31%、佐藤内閣の三パに17.3%ってのがあったんですね。でね、うん、田中内閣でも10.6%、あとは鈴木善光さんとかで15.8%、ねうん、2月の22日で、えー、同じ宏池会で、えー 池田駿、と鈴木善光、岸田内閣が2位と3位が逆転になるのが2月の22日なんですね。であとね、竹下内閣の時にやっぱり4.4%、宇野内閣で10.1%、宮沢内閣で10.3%、最低ですね。はい、でね、小渕内閣でも19.4%で、森内閣でも16.8%なんで。うん まあ必ずしもあの最低じゃねえっていう部分はあるんですけども僕はやっぱりここまで最低なのに、えー、おととい、先ほどと,と,とちょっとあの自民党の同僚議員とあの時間を共にすることが多かったんですけど当確運動にならないんですよ。 うん、でなんで統括運動にならないのって聞いたら、いや、長尾さん、さすがだって言われて、いや、えなんでって聞いたら、内閣を支えるのは派閥だったと、だけど、支える派閥がなくなっちゃったから、統括運動はできないんだよって、一昨日その話を聞いたときにはー、なるほどなと思いました。つまり 内閣支持率が最低なんですけれど、もっと最低はさっき言ったようにいっぱいあるんですけども、当確運動が、派閥がなくなったんで、ちょっとどうやって手をつけていったらいいのかがわからない、だからしばらく続くだろうっていうことを一昨日実感しましたね。はい。えー、なるほど。いや、なるほどなと思ったですよ そうすると岸田さんが派閥解消って言ったのは、えまさかそこまで読んでたのって、一瞬思いましたねへねいやー、自ら岸田おろしを潰したということなんですね、あれで。そういうこと。はあ<ー>。いや、そうとも取れるよう、ね、な、そうですね、うん、うん。いやありがとうございます。 あちなみにですね、長尾さんがご指摘くださって、ちょっと確認しましたら、さっきの時事のははい、はい、発足以来、過去最低を更新って書いてましたね、だから岸田政権の中で最低っていうことかもしれないです、ね、ああ、なるほどね。すみません、ありがとうございますあれはなんかね、政権奪還以降っていう書きぶりがあって、はい、やっぱり一番ひどかったのは竹下内閣の時ですよね。要はあの消費税を導入したからですよ、4.4%。 うん、ありがとうございます、はい、吉田さん、いかがでしょうか、はいあのまあ、僕はの政治家がきちんと法律を守って、あのきちんとしたあの資金の流れを国民に公表してやれば、何もあの国民から指談されることはないので、政倫審でもなんでもです、ね、きちんと,あの、まあ、んと全員ねあの、求められれば全員ちゃんと出て。 できちんとあの白黒はっきりつけるべきだというふうに思うんですね、でそして、まあ、産経ですら安倍派って書いてて、残念なんですけど、あのまあ、えー、政和権だけじゃなくて、す、ま、べ、あ、ての、ね、関係者があの全部、政治に出て、いろいろ、えー、しんあの審査してもらえばいいと思いますよ、それはもう、自民党がそういう姿でやれば、まあ、自民党だったらちゃんと野党もやるんだよねとあの、野党でも、まあ、いろんな議員がいらっしゃいますから。 えその人たちも呼んで、まあ、全部あの調べればいいというふうに思います。で、今、ちょっとあの、当、え、確、ー、運動が、派閥がなくなったから、できないっていうようなお話を伺って、ちょっとびっくりしてですね、あのまあ、表向きね、まあ、派閥解消して、えー、派閥単位の人事だとか、まああのえー、パーティー券を売り買いするっていうことを、えー、やらなくなったとしても、 まあ人脈は消えないはずなのになんでそんなことになってるんだろうってもう僕はもう不思議でしょうがりません。と、はいとこととしてはねやっぱり派閥の、まあ、それぞれに、ね、例えば清和権の場合はあのベテラン組と超あの役員とベテラン組と、えー、中堅 えー、あとし新人と、レイヤーごとに、ね、あの役員が出てて、あの役割分担があるんですよ。えー、だけど、今までそれにあの乗っ取ってやっていたんで、こうシュシュシュっとこうあの今までのように円滑にいかないっていう言い方ですかね、えー、それはあの別にやそれぞれみんな大人だから。 あの密談はやってるんだと思うけどね、ただね、うん、僕はねあの、えー、それを聞いたあの議員は、ゴールデンウィーク明けたら、もう絶対当格やるってって、すっごい鼻,鼻息悪かったんですよ、荒<ー>かったんですよ、ものすごく、もう、あの唇かみしめながら、もう冗談じゃねえと、えー、でちなみにその人は、裏金なかったんですよ、<ー>全く。 何人かいるんですけど、それでも許せんと。Okay. ああ、なるほど、ありがとうございます、中尾さんのライブの中でも、その件、触れてらっしゃって、で、やっぱ、なんでしょう、こっちから見たら、明らかに安倍初節されてるのに、議員の皆さんど、どうも思ってないんかなみたいな思ってたんですけど、そうじゃなくて、ちゃんと設定思ってくださってる方もいるってことなんですね、当確したるみたいな。あのね相当みんな静かにしてるだけで 内部ではあの、相当ムカついてますよそりゃそうでしょう、なんで清和会だけなのって話ですよ。うん、あそれは、あのうちその清和会が、あとあの起訴を受けてる人たちがお沙汰を受ける身だから、ここはまあ大人の対応でちょっと静かにしてるっていうだけなんだけれど、相当ムカついてますよ、みんな。うん、うん ありがとうございます。うん、聞けてよかったです。はい、ありがとうございます。そんな中ですね、岸田首相がますますやらかしていることが発覚しました。5番の記事、スタッフさん、お願いします。強制社会ビデオの末路ということで、信じがたいことに首相官邸は。